カンナダムは、沖縄県国神郡義野座村を流れる二級河川、カンナ福地川本流に建設された地水、灌害、上水道供給を目的とするダムであり、本ダムと脇ダムからなる。ダム湖は、カンナ湖と名付けられており、2005年3月16日に、ダム湖100000に認定されている。ダム建設の総事業費は350億円であった。地水としては、 カンナ・フクチ川で50年に一度の洪水に相当する、計画降水流量200立方メートル、S のうち130立方メートル、S を調節する。管理開始から2005年までに11回の洪水調節が行われ、この間、下流部において水害は発生していない。ダム建設以前に、カンナ・フクチ川から取水していた110ヘクタールの農地への用水供給と、 一日あたり2500立方メートルのギノザ村内への浄水道供給に、加え、流水の正常な機能の維持として0.034立方メートル、S が確保される。特定管外として、ギノザ村城、原、高松、長戸原の畑203ヘクタールに、農業用水を供給する計画であったが、2006年の時点において、県営管外排水事業が未完成のため、 特定管外用水の供給は実施されていない。上水道用水として、沖縄本島全域に一日あたり、最大1万1500立方メートルを取水、供給できるようにする。沖縄本島では、沖縄戦後の経済成長により、上水道用水の需要が増加ししばしば水不足に、見舞われていた。沖縄本島南部は、低平な地形であり、 貯水地の敵地が少ないため、中部から北部にかけての山岳地帯が、ダム建設の敵地とされた。カンナ・フ地川は、地元の農業用水として利用されていたが、しばしば水不足が発生しており、流量の安定化が望まれていた。また、琉球政府の時代に石が作られ、上水道用水を取水していたが、海水混入のために中止されていた。カンナダムは、 1973年4月から沖縄本島河川総合開発事業の一つとして予備調査が行われ、1978年4月に実施計画調査が始まり、1982年4月に建設事業として着手された。翌1983年3月に基本計画が告示されている。ダム位置については、 脇ダムを作らない案を含む3案が検討され、結果として最も下流の案が選択された。脇ダム及びダム湖の予定地には古い水田の跡があり、1984年11月から翌1985年9月にかけて文化財として記録を残すための調査が行われた。1985年2月に仮排水路、トンネル工事が始まり、 1987年2月にダム本体の規則作工事が始まった。1990年12月に脇ダム成立。翌1991年2月に本ダム打設がそれぞれ完了し、同年10月に試験淡水が始まった。1992年10月に竣工式。翌1993年4月1日に管理開始。5月に 通水式が行われ、浄水道用水の供給が始められた。1993年11月14日に、第1回カンナダム祭りが行われ、以降毎年ダム祭りが開催されている。1994年2月には、カンナダム資料館が開館し、1995年3月には、新沖縄観光名所100選に入選した。2002年、 ダム周辺に広がる、米軍用地キャンプハンセンの一部83が19000平方メートルが変換された。2005年3月には、カヌーなどのウォータースポーツ振興や、周辺観光施設との協調をうたった、カンナダム水源地域ビジョンが策定された。カンナ福地川本流を塞ぐ本ダムと、本ダムから北東に、約200メートル離れた場所に横たわる、脇ダムからなる。 ダム湖としては、カンナ湖に加えて、第二貯水池がある。本、ダムダム周辺の地質は、粘板岩と砂岩であり、十分な地盤強度を確保できることから、重力式、コンクリートダムが採用された。洪水破棄は、集水面積が小さく流量の増大が早いことを考慮して、自由越流式となっている。原生湖は、水平水た,たき飛べ水式及び、 堤市導流壁型である。取水設備は4段の直線多段式、洗濯取水設備が用いられており、任意の深さから濁りの少ない水を取り入れることができる。景観に配慮した外観造形がなされており、明治時代に建設された布引五本松ダムや、西山ダム、本川地底部ダムなどの外観を参考としている。曲線を多用し、石積み風の壁面。 疑似アーチ、疑似柱などの装飾的要素が盛り込まれている。ダム本体の上部歩道には展望用バルコニーが設けられており、照明灯はダム本体に似合う洋ガスト風の衣装となっている。ダム直下にあるバルブ室及びゲート室は、琉球建築の特徴である赤瓦の屋根を持ち、壁面には琉球石灰岩のプレートが貼られている。沖縄島中北部地域は、 海岸近くに発達する海製団球のため、多くの河川に急流箇所があり、これを遡上できる生物は限定されている。このため、大規模漁道を設置しても効果が少ないと判断され、エビカニハゼの遡上に特化した小規模漁道が日本で初めて設置されることになった。漁道は急勾配となっており、川床には生物が遡る足がかりとなるようと気が、 形成されている。幅は20センチメートル程度で、水の流量はごくわずかである。ダム完成後の調査において、極楽派ゼ、あやよしのぼり、長のご角つの沼や水みぞれ沼エビトゲなし沼エビぬまやび,び、すじえが、ダム港及び漁道内で、継続的に確認されている。本ダム下流域管那福地川下流部は本、ダム直下まで、 海水の侵入がある汽水域となっており、かつては広く昼木林に囲まれていたが、この湿地環境は護岸工事などによって失われていた。ダム建設にあたって地域の自然な植生を再生する必要性が指摘され、昼木林が復元されることになった。1990年12月、目昼木2100本、お昼木1800本、八重山ルギ2300本、 合計6200本のヒルギが地元小学生らの手によって植樹された。川床には低生生物を定着させるための巨歴が配置され、洪水時の生物避難場所として人工の縁が掘作されている。カンナ福地川中流部の南東側は標高が低く貯水量を確保するために脇ダムが設けられた。脇ダム周辺の地質に国神歴層が含まれており、 地盤強度が十分でないことから、ロックフィルダムが採用された。また、ダム表面の傾斜は、上流側1、3.1、下流側1、2.1であり、福地ダムなどと比較して緩やかになっている。また、国神歴層は水を通しやすいため特殊な、止水工法が用いられている。ダムの位置は、神奈福地川の河道と沖縄自動車道のどちらにも、 干渉しないよう両者のほぼ中間に設定された。脇ダムは沖縄自動車道に並行する配置となっているため、高速道路を走る車両からの警官にも配慮されている。ダム上部には自然石を調布した台形の甲乱と鎖が設置され、照明塔は下流側に配置されている。照明塔はガスト風の吊り下げ型となっている。ダム周辺は 市民の憩いの場として整備されており、年間約8万人が訪れる。特に、毎年開催されるダム祭りには、約1万人の入場者がある。ホンダム下流部は植林されたマングローブをめぐる遊歩道など、ホンダムウガンには、ダム停滞を見学するための展望広場など、ホンダム砂岸の高台には、金湾まで望むことができる展望台などが整備された。脇ダムは本ダムと、 脇ダムの双方を見通すことができることから、管理庁舎が置かれ、隣接して、資料館と通信用鉄塔がある。脇ダム砂岩は、建設時の土捨て場であったが、浸水公園や多目的イベント広場などを含む、湖畔公園として整備された。湖畔公園内に、沖縄における、茶業発祥地の記念碑がある。これは1627年に、金王子朝廷が薩摩から、 茶の種子を持ち帰り、現在固定となっている茶敷と呼ばれる地区に植えたとされることにちなむ。カンナ湖カンナダムの貯水池であり、沖縄本島の浄水道用水を蓄える水亀である。周囲は在日米軍基地キャンプハンセンが広がっており、一般市民の立ち入りは制限されている。固定はかつて福地源と呼ばれていた盆地であり、 沖縄戦直後まで縄城として使われていた。南西湖岸にダムの材料を供給した原石山の跡地があり、北側をギノザ村道124号が通っている。湖面ではカヌーが盛んであり、競技練習や競技大会に利用される。ダム祭りではカヌー体験イベントが開催される。貯水池の不栄養化対策のため本ダム付近に2機の 完結式空気用水筒が設置されており、必要に応じて、湖水の攪拌が行われる。魚類としてはメダカ、銀ブナ、長野ゴリ、極楽ハゼなどに加えて外来種のカワスズメやグッピーが生息する。鳥類としては水辺を利用するカワセミやミサゴなどが見られる。カンナ湖の北東、湖畔公園の奥に位置し、第二、脇ダムによってせき止められている。 一号付け替え水路を通じて、カンナ湖と接続しており、カンナ湖の水位が低くなっても水門によって水位が一定に保たれる。もともとは水田であり工作放棄によって湿地となっていたが、沖縄本島における湿地として貴重な場所であることから、カンナダムの第二貯水池として整備された。整備後はビオトープ、メダカの学校として市民の環境教育に利用されている。 湿地生物として、絶滅危惧種に指定されているタウナギ、メダカ、台湾金魚などの生息が確認されている。また、2000年から、絶滅危惧種に指定されている、マルタニシの移植放流が行われたものの定着には、至らなかった。ありがとうございます。